ジュム・スビアンのモットーが入ったケベック州のモニショージュム、スビアンは、私は忘れないという意味のフランス語で、カナダのケベック州の公式モットーである。1883年、ケベック州の勧誘地の副管理官で、州議事堂の建築に携わった、ウジェーヌ・エティエン・ヌ・タシェが、議事堂正面玄関上の、ケベック州の紋章下の、石の部分にこのモットーを刻んだ。このことにより、 このモットーは公式に使われるようになったが、文章そのものに入れられるようになったのは、1939年になってからだった。このモットーに託された思いが何であるのか、他者は何ら説明をしていない。しかし、シメオンルサージュに宛てた手紙の中で、議事堂のファサードに配した彫像の意図について述べ、それが人々に何を記憶するよう促すものであるかを説明している。 ケベック衆議児童のジェームズ・ウルフとルイ・ジョゼフとモンカールムの像の間の紋章。これにもジュム、スビアンが刻まれている衆議児童の周囲には24の歴史上の人物の像がある。このエルギン博は責任内閣導入において大きな役割を果たした人物とみなされ特別な場所を与えられている。他者は将来にも像を作ることを想定して 何箇所かを開けておいた。一方で、タシェの同時大臣にとっては、このモットーの解釈は難しいものではなかった。最初期の解釈として参照できるものは、歴史家のトマ・シャペと公務員のエルネスト・ギャニオンによるもので、ある。ウジェーヌ・エティエンヌ・タシェとマ・シャペは、1895年6月24日、レビ博の像の除幕式でこういう演説を行っている。 ケベック、州には、州が誇りとし、好んで、州内の記念碑や建築物に刻まれるモットーがある。このモットーはわずか3語である、ジュム、スビアン。しかしこの簡潔な表現には、とうとうと語られる演説よりも、もっと価値があるのだ。そう、忘れてはならないのである。我々は過去と、その教訓、過去と、その不運、過去とその栄光を忘れてはならないのである。 翌1896年、エルメスト・ギャニオンはこう書いている。このモットーには、連邦の中でも、個性の強いケベック州、シャンプラント・メゾヌーブが作った、カナダの、その存在理由がまとめられている。1919年、タシェの死から7年が経ち、歴史家のピエール・ジョル・ジュロイは、このモットーに表される特徴について、こう指摘した。 この三つの単語が雄弁に物語っているもの、それは過去と同様、現在も未来も、連邦の中で、唯一のフランス人による、フランス語の集だということだ。この文章は、その後何度かにわたって引用され、また別の言葉に言い換えられた。大勢の学者たちが、このモットーの論拠を見つけようとしていた。民族学者のコンラッド・ラフォルトは、うん、カナディエンヌ・エレントの一節、ば、 ディスアメスアミ、ケジュミイスービオンディーウが、由来ではないかと考えた。あるいはビクトル・ユーゴーの詩、リュール英雄カウチンとでないかとも考えた。作家のアンドレ・デューバルは、答えは、もっと簡単で、すぐ身近にあると考えた。州政府の建物の、ドアの上に、ローヌ公爵の紋章が刻んであり、そのモットーが、エオブリビスコリスとあるのだ。ゆえに、デュバルは、こう信じた。 ケベック州のモットーは、同時に、ローヌコのモットーも表現しており、フランス系カナダ人のビクトリア女王への回答でもある1978年、以前に出版された英語の研究所でも、モットーの起源に関してはそう変わらなかった。このモットーと、それを、どう解釈するかで、多くの言葉が費やされた。達者氏は、ケベック州の文章にもある、美しく指摘で、 そして愛国的なモットー、ジュムスビアンの発案者である。このモットーの意味するところを、たやすく英語で表現することはできないが、意味を伝えるために置き換えることはできる。我々は忘れない、忘れないであろう。我々の古の血筋を、伝統を、記憶を1955年、歴史家のメイソンウェードは、自らの意見をこう書き述べた。フランス系カナダ人が、ジュム、 スビアンというとき、ただ単に、ヌーベルフランス植民地の時代を忘れないというのでは、ない。自分たちはイギリスに征服された民族である事実をも、また示唆しているのだ1978年以降の、ナンバープレートに見られるジュム・スビアン1978年、ジュム・スビアンは、ケベック州の車のナンバープレートに付けられていた。 観光客を呼び込むモットーを美しい州にとって変わるようになった。歴史家のガストン・デ・シェーヌによると、この変化により、カナダの主なメディアが、ジュム・スビアイに新しい意味を持たせるようになった。1978年2月4日、ザモントリオールスターの記者、ロベール・ゴイエットが書いた、ナンバープレートをめぐる論争というタイトルの署名記事は、読者の注意を引いた。 そして、タシェの孫にあたるエレーヌ・パケが、ジュム・スビアンというタイトルの当初をこの新聞に送り、2月15日の、紙面に、それが掲載された。それにはこう書かれてあった。ゴイエット記者の記事を読んだ限りでは、ジュム・スビアンの意味は混同されている。確かにこの記事にあるように、これは、イータシェによって作られた詩であるが、ジュム・スビアンはその詩の最初の一行に過ぎない。 これが混乱のもとと思われる。その後は、こう続く。ジュミリスービヨン、ケ、エヌエスールリス、ジュクはスーラローズ、私は忘れない、百合のもとに生まれ、バラのもとに育つことをこれが、読者の方々の混乱を解くもとになればと思う。ユリと、バラは、それぞれ、フランスとイギリスを表す花である。このモットーは、二行目以降があまり知られていないまま、 知れ渡ってしまったというわけだ。1992年にデシェーヌが調査を行うまで、この死の二行目説が続くことになる。デシェーヌが1992年にエレーヌパケと連絡を取ったところ、パケはかつての当初で引用した死の出所をはっきりさせられなかった。彼女が述べたことも、州立法議会の議員である。 父親のエチエンヌテオドールパケ中佐の考えとは食い違っていた。この人物は1939年の3月3日、他社の義理の息子で州の公共事業の担当大臣でもあるジョン・サミュエル・ブルケに宛てた手紙の中でこのモットーのことを我々フランス系カナダ人の価値ある歴史と伝統を3つの単語で言い表したと書いた人物であった。 ケベックシティのシタベルの中にあるジュム、スビアンコの2行目の部分は、今では、やはり他社によってジュ、ジムスビアンのかなり後に作られた、第二のモットーとされている。当初は、カナダ国家の記念碑に、この第二のモットーが使われる予定だった。カナダを象徴する、若くて、優美な女性が、ネダンレリス、ジュグランディスダンレローゼズというモットーを抱いているもので、あったが、この企画は、 実現に至らず、ケベックシティ創設300周年の記念メダルへと変更された。これも、他社の発案によるもので、メダルにはこう刻まれている。ネスーレリス、デュエーデント、エル、ウーブルでシャムプレーン、エーグランディスーレローゼズエル、ウーブルでシャムプレーン、エーグランディスーレローゼズジュム、スビアンは、英連邦内で、王立、第22連隊のモットーでもある。 この連帯はカナダで唯一、フランス語によって指揮される連帯である。クーベルナモン・ジュクイベック、ラディバイズ・ジュクイベック、インザ・サイト・ドロポ・イシン・ボレス・ナショの、オブ・ザ・ガバメント・オブ・ケベック、アップデーテッド・ジャニュアリー14、2 0 0リトリーブ・ド・オーガスト・十九二千八 ABCDFGH E、デシェン、ガストン、ラディバイズ、ジュミース・ヴィオン、インエル、アンシクロピディ・デール。 アゴーラ、オンラインシンスセプテンバー14、2001、アップデーテッドメイ20、2006、リトリーブドオーガスト19、2008。ロングエクサープトーブザレターファウンドインアンク、クイベック、ミニステルデトレボパブリックス、LR768、83、デイティッドエイプリル9。 1883レッサージズ・ザ・デピューティー・ミニスター・オブ・パブリック・ワークスエーモニュメント2・クイベックエス・ヒストリー・ユース・フル・インフォメーションナショナル・アセンブリー・オブ・ケベック・メモリーズ・イン・ブロンズラ・プロビンス・デ・クイベックエーユヌ・ディバイズ・ドントエル・エフィエル・イチューエル・エメ・アグレーバー・エーユーファレントン・デ・セ・モニュメンツ・イ・デ・セパレセット・ディバイズ・エヌエイクトロアモッツジュミース・ビオン マイスセトロアモッツ、ダンルールシンプルラカニズム、バレントルプラスエロクエントディスクール、ウィ、ヌヌスーボノンズ、ヌースヌスーボノンズ、ジュパッセイデセリーソン、ジュパッセイデセマルール、ジュパッセイデセグロアーズ、リゾムアドミラブルメントラレゾンディ、エトラジュ、カナダデシャムプレーンイダメゾンヌブコムプロビンスディスティンクト、ダンラコンフェデレーションエルネストギャニオン、ノーツシュールラプロプライオットデール、 ホテルジュグーベルナモアクイベックインラポールジュコミセール、デトレボパブリックスポアエルワネス1895から1896ドキュメンツデラセッション18961ドック 7P115 から116クイリシエロクエムメントイエヌトロワモッツルパッセコムルプリザンイルフツールデラソウルプロビンスフランセーズデラコンフェデレーションピエール ジョルジュロイレプティショーズデノートルイストアールリバイズ1九1十九2 8二百八十五バ、ディスアメスアミ、ケ。ジュミー・スービオン・ディーウ、ジェエンテンダイズ・プレデモアリール・レジュン・オム、エレグレイブス・ビア・ディーレ、ジュミー・スービオン。ラ・ディバイズ・ジュ・クイベック・エアラフ・アラ・トロダクション・デラ・ディバイズ・ジュ、マルキス・デローニ・ラ・リ・ポンス・ディ、ウン・ス・ジェ・カナディエヌ。 フランセデサ・マジョステア・セット・メーム・ディバイズ。アソシエーション・オブ・オンタリオ・ラント・サーベイヤーズ。1934メーソン・ウェイド。ザ・フレンチ・カナディアンズ。1760から1945。トロント。1955。P47。サン・オブ・エティエン。テオドール・パケ。A ・プロビンシャル・ MLA。デ・フェイツ・ジュトロワ・ジェーム・センティネールで・デ・クイベック。1608から1908。クイベック。 1911P22 から23ロイヤル2 2イレジメントトラディションズ2009年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年8月9日閲覧ありがとうございます